なんとボートレースの聖地ボートレース住之江に来ています。なんと軍資金30万円ちょっとお預かりしました。この軍資金30万円をぶち込んでいきたいと思います。これは2万ずつぶち込んでます。ここは2点で1万円ずつ買いました。中穴です。これくれば10万以上つくんで3個来た3個来た3個来たよし351、90倍肉18番よっしゃよっしゃ来たマジっす90倍っす90倍2000円買ってるんで18万っすやったっすとりあえずプラスっすマジでプラスっす。じゃあちょっともう早速換金していきたいと思います。ありがとうございます。18万っすはい、ということで後半レース来ました。後半いきます。第8です。買いました。ちょっとこうめちゃめちゃ勝負しました。ここはまあ買いやすい方だと思うんですけど、買いやすいからこそ抜け目が来た時に穴が来るんですよね。だからちょっとどっちで買おうか迷ったんですけど、僕は結構固めの方に集まりっていう買い方でいきました。4頭で買いました。まず41に関しては、まあ、万張りのとこもあったり5000円のとこもあったりって感じですね。で42に関しては1000円ずつ買ってます。で4に続く56みたいな展開ちょっと考えづらいんですけど、それがあった場合は4546の前これも2000円とか1000円買ってます。あとはインニゲの場合は146に万張りと241ですね。ちょっとね1がフライング持ってるんでワンチャンへこんだ場合、2が直前行って24ってなるパターンで1000円。まあこれはちょっと考えづらいんですけど、そんな感じです。僕はもう4頭ですね。4頭来てほしい。でも4が仕掛けての1号とかあるんですよ。1号16が抜け目っす。頼む、ガチで頼む、マジで頼む。よし、怖え。今ちなみにこのレースでプラスになった分全部使いました。こっからはもうゼロの状態です。これが外れたらもう初めに来た30万からもう一回スタートっす。今は的中した10万の中の残りをこうもうこのレースにぶち込んだって感じですね。それなんでここでもう一回プラスに戻さないと振り出しに戻ってしまうんで、頼む、マジで頼む。1516がマジで怖い。まあ、4が仕掛けたら1と4が喧嘩するじゃないですか。で1はブロックするんですけど、で2着に56が来たパターンもあるかなと思ったんですけど、ここはちょっと4のおきつさんなんとか頼む、ガチで頼む。43は持ってないんですよ。43は持ってないんでちょっとそこだけは勘弁してください。だけどな、インが強いんだよな住之江。怖え。インニグの場合は146しか持ってないっす。ガチ頼む、ほんと頼む、怖え、マジ頼む、お願いします。12秒前お願いします。頼む、角から行ってなんとか行ってください。へこんでる、あるよ、行け角、行け角、行け角、行け、うわ3か3がいってる、3がいってる、うわーブロックされた。14やマジか、もう4まくりいけると思ったんですけどね、くっそ。143か、おきさん抜いて頼む、うわ143や、くっそ、一番硬いとこや。迷ったんすよ、143が146、マジか、うわー41はないか、41になってくれたらあったんすけどね、マジでワンチャン。うわー41見えたわ、ガチやった、ガチやった。あ、6倍っす、ここは買わんす。いやー41あったぞ、マジあった、悔しい。はい、ということで決着っすね。とりあえず振り出しに戻ったっす。最初の軍資金の額に戻ったんで、またこっからプラスを積み上げていきたいと思います。プラス分は全部使っちゃいました。ということでまた30万軍資金、最初の30万からリスタートっていうことでやっていきたいと思います。はい、ということで第11レース買いました。
もうここ多分最後のレースになるかもしれないんで、この後ね予定があるんで、ワンチャン最後になるかもしれないんで、ここ10万いきました。10万をどう買ったかっていうことなんですけど、6がまあ予想なんですよね、気配は。それなんでまず16前で、16の345だけ5000円っす。162だけちょっとついてなかったんで1万円万張りで買ってますと、106っすね。106もついてないんで、126だけ3万、136が1万、146が1万で、156はないと思ったんで、そこだけ216にしました。6がスタートから行って1と喧嘩したところを2が刺すみたいな、216あるかもしれないんで、そこは確か70倍とかだったんで5000円買ってます。これどれが来ても元々の元金30万以上はいくんで、これどれか来ればまくれると思います。ちょっとオッズが下がってるかもしれないんで、その辺がちょっと微妙なんですけど、僕が買った時にはどこかが来ても30万以上つくように買ってます。ちょっともうこれ最後のレースね、10万このレースにぶち込んでるんで、これは負けれないっす。マジで6次第ですね。12レースあるんですけど、ちょっと時間の関係でできないかもしれないんで、もしかしたらできるかもしれないです。だけど最後だと思って見てください。頼む、これで10万ぶち込んで負けたらもう俺帰れん、さすがに帰れん。よし来るぞ、信じて。16始まります。今日一緊張してる。今日とりあえず前半18万当てたら良かったんですけど、トータル負けたら意味ないんで、ただ当てた喜びを味わっただけで終わってしまうんで、ちゃんとプラスで帰りたいですね。ちょっと僕を信頼してもらって預けてもらってるっていうのもあるんで、あの軍資金、この預けてもらった軍資金がゼロになって帰るからさすがにできないんで、最後10万かけて勝ちたい、マジ勝ちたい。もうちょい向かい風吹いてくれ、頼む。怖いな、頼む古賀さん、本当にお願いします。16来てくれたらでかい、16マジで俺ガチで頼む、本当に頼む。過去一緊張してる。お願いします、マジお願いします。12秒前お願いします。古賀さん行って、古賀さん行ってくれ、外からお願い、マジで頼む。いや行ってないわ、3が行ってる、6来い、6来い、6、3着に来て、3着に無理か、うわ無理だ、こっから3着来たらでかいぞ、頼む3着に来てくれ、ガチで頼む、ガチで頼む、ワンチャンないか、4回マジか、まだあるまだある、3着に来て、本当に頼む。差し無理か、マジか、終わった終わったわ、やばいガチやばい、10万いった、ここで12か、16あるかなと思ったんですけどね、スタートちょっと行ってなかったっすね。うわ心臓バクバクだ、やばい、ちょっとこれもうなんて言ったら分かんないですね、やばい、もうこれ12多分できないんですけど、できたら12やります。はい、ということでさっきのね11で終わるつもりだったんですけど、もう1レースできるということだったんで、最後もう0になってしまいました。最後の10万ぶち込みました。132、134、3万、4万ずつと、ワンチャン31回ると思ったんで、314に2万と2頭ですね。この2頭に関しては1が3を多分警戒すると思うんで、1が3を警戒したところを2が刺す、213231、これ5000円ずつです。マジで頼む、1と3がこうなんだろう、お互いがこう牽制し合って2が刺すパターン、それ来たらマジでかいっす。それ結構期待してるんですけど、まあ普通に言ったら132134、まあ、135も売れてたんですけど、僕は3着には同期の大石と山川さん、もうこの2人にかけたいと思います。132134、13は多分硬いんですよ、めちゃめちゃ硬いん で3着迷ったんですけど、大石とハオさんね、同期なんで3着に来てくれると思います。でワンチャンハオさんの差しが決まって21とかね、これでかいっす、これ来たらマジでまくれるんで、多分どこでもまくれると思うんですよ。僕が買った時ってまだオッズとしてはまくれたんですけど、ワンチャンまくれないオッズになってるかもしんないっす、それ怖いっすけどね、マジで頼む、
ラスト少しでも取り返して終わんないと帰れん。本当に頼む。あー怖え。いいよ、もう 1-3D、 1-3D から3着に大石と母さんどっちか来てくれ。 1-3-2-1-3-4 これでいい。ガチ頼む。30万負けはマジでやばい。お願いします。ガチで頼む。全部取り返したいとは言わないんでお願いします。12秒前頼む。ガチで頼む。来い来い。1-3-3-1いけ。頑張れ。大石いってるぞ。3いく3いくこれ3まくり。大石かハオさん来い。よし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 、オッケーオッケー。1-3-2-1-3-4来てる。よし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 、どっちでもいい。5絶対来んな、5絶対来んな。おい2人して喧嘩すんなよマジで。頼む、喧嘩だけはしないでくれ。どっちがいいかはちょっとわからん。オッケー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 。ハオさん頑張れ。1-3-2-3万っすね。待って、ほんと何倍かわかんないっす。1-3-4か、1-3-4か、1-3-4の方が安いのかな、多分そうだ。1-3-4の方が安いわ。おーし、絶対抜かれないで。おい、ほんとにやめて。おい、5来てるぞ。頑張れ。おーいしゃー。1-3-4、4万っすね。4万買ってるんですけど、何倍だ。8倍言ってくれてればいいんですよね、8倍。大石絶対抜かないんだよマジで。本当に頼む、本当に頼む。おい来てる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 、頑張れ。大石、おい5来とるやん。刺されてるもしかして。おい嘘だろ。大石マジ頼む。ガチ頼む。マジ頼む、マジ頼む。よしよし、ナイスナイス、つけまえつけまえ、ナイス。おいし、ラストターンマーク、ラストワンターンマークだ。頑張れ、ラスト頑張れ。マジで頑張れ、マジで頑張れ、マジで頑張れ。外流れんだよ。よし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 、ナイス。おいし、マジでヒヤヒヤさせるな本当に。よしよし、1-3-4、何倍何倍。1-3-4、4万買ってるっす、4万買ってるっす。ガチ頼む、ガチ頼む。1-3-4-4万、8倍以上、8倍以上で30万ですね。頼む、8倍ついててくれ。ほんと頼む。オッツだけ、オッツだけ頼む。30万だけ言っててくれ。来いマジで来い。8倍以上、8倍以上頼む。ちょ、何倍か見えない、こっからだと。うわー、5倍や。 5.9、 4-5=20=636。 うわー、23万っすね、23万っす。うわー、30万まではちょっとガミったんですけど、まあ、最後ね、ゼロになんなくてよかったっす。マジでよかった。とりあえず換金してきます。よっしゃ、とりあえずよかったっすね。換金してきます。マジで危ねえ。もう最後マジでヒヤヒヤっすわ。最後1-3-4-4万を入れるか、支払いお金を数えています。最後なんとか23万的中できました。マジでちょっとねヒヤヒヤしたんですけど、あ、ギリね、ギリちょっとだけでもね取り戻したんでよかったです。はい、ということで今ね、住之江の練習レースやってきて、お好み焼きついてきてくださいました。大阪本町の鉄板焼き、お好み焼きとか焼きそばとか鉄板焼きが名物のジュジュさんです。ガチじゃないですか。めちゃめちゃ芸人さんとか有名人の方来てます。千原誠二さんとか、僕が知ってるんで言うとめちゃめちゃ有名な方来てますね。いただきます。すいません、お疲れ様です。ありがとうございます。お好み焼きが一番うまいです。肉、肉もあるんですよ。鉄板焼き、宮崎牛でしょ。焼きそばと肉っすね。これ肉の鉄板焼きとか、お好み焼き、焼きそば、モダン焼き、ネギ焼き。うわうまそう、めちゃめちゃうまそうです。うわこれがモダン焼きです。うどんが入ってるんですよ。うわうわうまそう。ありがとうございます。いただきます。勝利のご飯っていうことにはなんなかったんですけど、ちょっと一安心はしたっすね。ゼロになるよりマシっすからね。ほんと30がゼロになった日にはもう僕直帰してたっす。いただきます。うん、めちゃうまいっすね。うどんがめちゃ合う。住之江は選手の時は来たことあるんですけど、動画として YouTube 始めてからお客さんとして来るの初めてだったんで、各レース場行ってそこの
県の名物とか、大阪だったらこうお好み焼きとかモダン焼きとか食べたりっていうのがいいなと思いました。なんで次どこ行こうかな、いろんなレース場行きながらグルメ紹介したりっていうのができたなと思うんで、まず第一弾ということで大阪です。大阪で言ったらモダン焼き、お好み焼き、たこ焼き、うまそう。焼きそば、これホルモンですか、ホルモン焼きそば、めちゃめちゃうまそう。うまい、うまっ。ん、これ麺ラーメンさ、なんか細いですよね、焼きそばの麺じゃないみたいです。めちゃうまっ。うん、ホルモンやばいっすね、バカプリプリ、うまっ。うん、僕ビール飲めないんですけど、ビールに合うっす。白ご飯ですね。あ、いただきます。普通なんですか、ご飯。大阪では、はい。あ、マジですか。ランチは味噌汁とか作るんですよ。味噌汁と、定食みたいな感じですか。定食になります。焼きそば定食、ご飯と焼きそば、いただきます。これが大阪流の食べ方です。主食かける主食ってないじゃないですか、なかなか。これが合うんですね、いただきます。うん、からのうまっ、めっちゃ合うっすね、めっちゃいける。おだんかけるご飯、いただきます。うん、うまっ。めちゃめちゃ美味しいです。本当ありがとうございます。マジで美味しいです。焼きそばでこんなうまっと思ったの初めてです。あ、そうですか。はい。あ、結構細麺で。はい、そう、麺がびっくりしたっす。あとホルモンがめちゃ美味しいです。締めのラーメンってありますけど、はい、はいはい。締めの焼きそばってないじゃないですか。いや、絶対ないですね。はい。だからもうそこに近づけていった、ラーメンに近づいていったその細さになったんですよ。あ、そういうことですか。はい、僕も最初ラーメンの麺かなと思ったんですよ。あ、そうなんですよ。もうこの辺でラーメン屋さんとかあるんですけど、はい、締めのラーメン行くにちょっと張り合って、はい、締めの焼きそばで集客と思ったら、この麺の細さ。すごい。そういうことなんですね。そうなんです。珍しいと思ったんですね、この麺は。はい、だからもうラーメンみたいな、はい、大阪ならではの、はい、こう焼きそばをちょっと考えたら、はい、細麺になってしまう。うわ革命っすね、はい、いや本当に美味しいです。いや、いただきます。いや、マジで本当にここでしか食べれないね、この焼きそばは。食べなきゃ分かんない、見た目だけだとただの焼きそばだと思うんですけど、食べたら分かるんですよ、この麺がすごいです。締めのラーメンに近づけてた結果っていうことだったっすね。なるほどって納得っす。マジでうまい。これが牛すじ煮込み、めちゃめちゃうまそう。これもご飯と合うんで、いただきます。土手煮ご飯です。土手煮をご飯にかけていただきます。これはめっちゃうまいな。うん、うまっ。なんこの味てか、ほどけるっていうか、そのめっちゃ溶けるっす。うん、味めちゃめちゃ染み込んでるっすね。もう復活したっす。カレー全部飛んだ。明日勝てるっす、これマジで勝てる。そして肉もあります。特上ハラミ、いただきます。うん、うまい。飛ぶっすね、マジで。大阪来た時にはぜひお好み焼きとか本場のご飯が食べたい方はぜひ立ち寄ってみてください。これでジュズさんって呼ぶんで、モダン焼きジュズさんっていう感じでね、今日の動画終わりたいと思います。今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画に撮ったらグッドだ、あれ撮ったらバトだ、そしてチャンネル登録。本当にこれからね、今日とか前回の動画に負けないぐらいの企画自分でもできるように頑張っていきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録のほどよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、ありがとうございました。